ヨナが心配だ。様子を見に一度戻ろう。程度ならお前にも狩ることができる。あいつ強いんだよ。やっぱり無理。さっきのでかいのからは未だ封印。
さっきのでかいの殻は未だ封印されし言葉の気配がしたな。だけど今の僕にはとても太刀打ちできない。もっと強くならないと。
荷物無事に届け終わったよ。ありがとう、助かったよ。根はいい人なんだけど、人と話すのが苦手でね。あ、これはお礼ね。受け取ってくれ。羊の肉取ってきたよ。ありがとう、助かったわ。ほんとうちの子供は羊の肉が大好きなの。また集まったら買い取るわ。羊狩りお願いね。お庭をお花で綺麗な花。狩りへ出る前にまた買いに来てくる。いらっしゃい。どうも。あ、いらっしゃい。また。いらっしゃい。毎度。今日はどんな仕事が来てたかな。どの仕事を紹介しようか。そういえばポポルが疲れが抜けないって言っていたな。依頼人の場所は地図に書き込んでおいたから、詳しくは本人に聞いてくれ。
草を3個、木の実を3個、ゼンマイを3個お願いね。崖の村にはそんな大きな魔物が出ているの。そうなんです。今の僕じゃ追い払うのが精一杯でした。武器をもっと強くする方法はないですか？それならロボット山の方で取れる金属で武器を強化できるって聞いたことあるわ。山の入り口にある商店でやってくれるはずよ。わかった、訪ねてみます。強化にはお金が必要だから用意を忘れないでね。1000ゴールドくらいだと思うけど。うん。あ、ちょうどよかった。北平原で薬草を2個収集してきてもらえるかしら。どうも最近疲れが取れなくて。草むらや木のそばによく生えているから、そのあたりを調べればすぐに見つかると思うわ。薬草2個だね。取ってくるよ。いらっしゃい。どうも。あんなに小さい子がね、かわいそう。いらっしゃい。毎度。東の方に崖に囲まれ、いらっしゃい。どうもあり。あら、you
そうに。確かに。ありがとう。こんなので疲れを取るようじゃ、もうおばさんね。今日はどんな仕事が来てたかな。どの仕事を紹介しようか。本を整理している人からの依頼だ。ポポルも手が回らないみたいだし、ちょっと手伝ってやってくれないか。依頼人の場所は地図に書き込んでおいたから、詳しくは本人に聞いてくれ。
元気なのはいいけれど、うちの子もユナちゃんみたいな可愛げがちょっと欲しいなって時々思うわ。あの大きな水車ってお水の力で動いてるんだって、すごいよね。すまないね、今この船は使えないんだ。子供たちが勝手に乗ったりしないよう見張っているんだ。お金が必要な時は酒場に行ってみるといいわ。村の人からの依頼なんかが集まってるから。わかりました、ありがとう。ちょっと手伝ってほしいんだけどいいかしら。うん、大丈夫だよ。ポポルさんから本棚の整理を頼まれたんだけど、ちょっと数が多いから少し手伝ってほしいのよ。まずはこの本を2階の東側、左から2番目の本棚にお願いね。ここだね。一冊目終わったよ。ありがとう。次はこの本を1階の南側、右から3番目の本棚にお願いね。ねえシロ。なんだ。こうパーッと一瞬で本をきれいに整理する魔法は使えないの？無理だ。我の偉大なる魔力はそういう矮小な仕事を行うためにあるのではないからな。物事に小さいも大きいもないよ。つべこべ言わずに真面目に働くことだ。
ここだ。2冊目も終わったよ。おかげで整理がはかどったわ。ありがとう。今では本も貴重品だから大切にしていかないとね。これはお礼よ。ヨナ、だからお兄ちゃん怪我とかしないでね。気をつけてね。うん、ヨナの薬を持ってすぐ帰ってくるよ。